今週のこの時間はスクールオブロックのチューター INI 高塚ヒロム先生によるINI ロックス、うん、久々の5週目で2ヶ月ぶりのヒロム先生に会えるのね。2ヶ月しか経ってないんだね。もっともっと経ってるイメージ、イメージするけどね。久しぶりに声聞きたい。早くそうだね、うん、今夜は久しぶりの授業ということで、ヒロム先生の近況を話していくとのこと、うん、INI ロックス。はい、前回の授業からもう2ヶ月経ちましたということで、僕がいなかった間にスクールオブロックも開校18年目を迎えたみたいですね。おめでとうございます。すごい、18年って18年前ってことは2005年かな。2005年、僕は当時6歳、幼稚園でした。幼稚園の年長かな。もう僕が今23歳なんで、もうめちゃめちゃ前で、もう、もうほとんど覚えてないですけど、あれですね、僕好き嫌いがめちゃめちゃすごかったんですよ、子供の時に。好き嫌いがめちゃめちゃあって、もう野菜ほとんど残してて、晩ご飯とかで、でそれで母親に、学校行ったらあんた給食だからねみたいな、給食になったら毎日野菜食べないといけないんだからみたいな、ちゃんと食べれるようにしなさいみたいな言われて、給食残したら帰らせてくれないからねみたいな、すごい脅されて怒られてて、はいみたいな感じで、ね、一番何が、ほうれん草の浸しとか嫌いだったんですよね。ピーマンも嫌いだった。ナスは今も嫌いですね。はい、そんな感じで、もう、まあ、好き嫌い激しくかった6歳でしたね。ちなみに小学校に入っても好き嫌い治らなくて、みんなが帰りの支度してる時も一人食べてましたね。そんな昔の高塚ヒロムでしたけどもね。はい、まあそんな時にスクールオブロック始まってますから、すごい嬉しいですね。そんな長く続いている番組の講師として今いるわけなんでね、頑張っていきますよ。はい、ということでね、先生としてのリハビリタイムも終わったということで、早速授業を始めていきましょう。スクールオブロック、 Attention everyone、 INI Locks Starring INI 高塚ヒロム。生徒の皆さん、こんばんは。みんなの夢をサポートするスクールオブロックのチューター INI 高塚ヒロムです。月の5週目にだけ開出する、ここチュータールームナンバー5から今月も授業を届けていきます。ということでね、今夜久しぶりの授業なので、僕の近況をお話ししようと思います。ということで、近況トークやっていきたいと思います。はいはい、まず一つ目、ですね、僕高塚ヒロム、大学を卒業しました。9月に大学を卒業したんですけれども、僕今23歳で社会人1年目の年なんですけど、大学が行ってた人からしたら半年、オーディション受けてた時だけちょっと休学してたので、4年間その通わないといけないっていうので、まあ最速で9月だったってことで先月卒業したんですけれども、いやー本当に大変でしたね。真面目な方ではなかったので、 INI になって復帰してからも単位残ってまして、もう本当に目まぐるしい、すごい忙しい中、時間を見つけて単位っていうか勉強っていうかラストスパート頑張ってやってました。はい、メンバーもね、温かく見守って支えてくれて、本当に、いやもう本当にいろんな人に感謝したいですね。親も本当にこの道進むなら大学だけは卒業しなさいねみたいなっていうことをもう言われてたし、まあいろいろそのわがまま言ってのこういう道だったので、大学を卒業っていう
ことを踏まえてなんかまあ親孝行もできたのかなっていうのは思いますね。自分も本当大学は絶対卒業しようって思ってたので、まあ、本当に一安心というような感じですね。いやでも大学やっぱ本当すごいいい4年間でしたね。まあ楽しかったのはもちろんですけど、いろんな葛藤みたいなのも自分の中にあったりとかして、本当にいろいろ悩みまくったし、いろんな楽しいこともしたしみたいな、本当になんか人生の中23年間の中でも密度濃い4年間だったなって思うので、すごい新しいスタートをまた切った感じがしてて、すごい今前を向いてますね自分の気持ちは。はい、なんかそのまあ今まではまあ会えないなってからなんというか会えないやなったけど、まだ大学生っていう意味でまだ学生でもあるから、なんかその学生兼 INI みたいなお仕事のなんか両立っていう心境だったんですけど、まあこれからはもうこの道一筋でみたいな気持ちということで、これからも高塚ひろむは頑張ります。うん、これからが本領発揮ですね。はい、期待しててください。はい、ということでね、まあそんな高塚ひろむですけれども、今週今年の音楽シーンを彩ったミュージックビデオを表彰するアワードのスペシャルイベント MTV ビデオミュージックアワードジャパン2022ザ・ライブにスペシャルライブアクトとして高塚ひろむソロで出演させていただくことになりました。ありがとうございます。いやこれめちゃめちゃ嬉しかったんですよ本当に。そう、ボーカルとしてね、ずっと会えないなってからも、歌の仕事をできたらなーっていうのをすごいずっと思ってたので、こうしてソロで、スペシャルライブアクトとしてね、ステージに立てるっていうのは、なんかすごい、まあ、さっき話してた通り、新しいその一歩を踏み出してるような感覚ですごいめちゃめちゃ嬉しかったですね。今回はね、歌一本でしかも一人でっていうことなんで、なんか INI を背負ってるような感じですごい緊張しますけど、めちゃめちゃ楽しみですね。ちなみにね、僕ソロでも出させていただくんですけれども、僕ソロで出るのが11月3日なんですけれども、その前日11月2日に開催される MTV ビデオミュージックアワードジャパン2022には INI としても出演させていただくということで、僕だけ次の日はすいませんって言って、ちょっとメンバーのところ抜け出して頑張りたいと思います。はい、ということで、あ、ちなみに最近はねツアーの準備してますよ。いや、こんなに早くツアーができるのかっていう気持ちですごい嬉しかったですね。なんか本当にファンの皆さん、ミニの皆さん様々だなっていうのをすごい感じたし、めちゃめちゃ楽しみです。そしてね、ツアーと並行してアルバムの発表もありまして、アルバムの制作も頑張っておりますということでね、最近はもう練習の毎日です。ハードですよ。もうこの10月本当にハードでした。もう本当にもう頑張ってましたね。11年で密度の濃い1ヶ月って気がする。そんな10月も今日で終わりか。明日から11月だ。よし、11月も皆さんで頑張っていきましょう。ということで、僕とはまた明日、スクローブロックのチューター INI 高塚ひろむでした。今夜はひろむ先生の近況を話してくれましたが、はい、うん、大学卒業されてたんですね。おめでとうございます。ねえ、おめでとうございます。よく両立してね。いや、これ本当にすごいと思うよ、ね、両立してる。本当、隙間なんかなかったでしょう、もうこの、ここ最近の人生。しかも、ね、
今年なんてより格変入ってる年じゃない、 INI の皆さんは。ねえ、なんか久しぶりにそのヒロムの声で近況を聞けて、なんかちょっと遠距離の彼氏に再会できたような気持ちだったわ、うんうん、しかもさ期間もまたさそれぐらいじゃない。そうなの、そうなの、2ヶ月みたいなさ、ちょっとそう修行に行ってくるみたいな彼氏のなんか近況聞いたみたいな気持ちでちょっとドキドキしました、とても、はい、でもまあ本当にこうアルバム発表だったりツアーの準備だったりとか、あの大変なことまだまだ続くと思いますけどね、ちょっとまあ体調だけ本当に気をつけて、そうそうそう、うん、頑張ってください。はい、さあということで INI 高塚ひろむ先生はまた明日。スクールオブロック、ここからはスクールオブロックのチューター、うん、INI 高塚ひろむ先生による INI ロックス、今夜は選曲の授業をしていくみたいです。お、今の季節に聴きたい曲を選んでいくらしいけど、うん、ひろむ先生はどんな音楽を聴いてるんでしょうか、うん、INI ロックス。静岡県17歳女の子、ラジオネーム白色の姉もねさん。もう結構前の話になりますが、短期講習で心オクション先生の曲を紹介していましたよね。私も心オクション先生が好きです。あの時は線香花火を紹介していましたが、ひろむ先生が他におすすめな心オクション先生の曲は何ですか、ということで、そうですね、以前心オクション先生の曲紹介しましたね。心オクション先生だったら、最近はね、スーパームーンっていう曲を聴いてます。秋って月綺麗じゃないですか、だからめちゃめちゃすごい秋にぴったりな曲だなーって思って、夏のイメージがあるんですけど秋っぽい曲もたくさんあってすごい染みるなーと思って聴いてますね。はい、ということで、もっともっとみんなに僕が聴いている曲を知ってほしい、ということで今夜は高塚ひろむのプレイリストを紹介していきたいと思います。Attention everyone! INI Locked! Starring INI Takatsuka Hiromu! 生徒の皆さん、こんばんは。みんなの夢をサポートするスクールオブロックのチューター、INI 高塚ひろむです。今日もここ、チュータールームナンバー5から授業を届けていきます。ということでね、今日は選曲の授業をしていこうと思うんですけれども、僕はね、曲聴くときね、音楽ってなんか始めようって時にモチベーション上げるとかもあるし、その時の気持ちに浸りたいとか、まあいろんな理由がみんなあると思うんだけど、俺はどういう時に聴くかな。まあでもやっぱそうやってモチベーションとか気持ち高めるために聴くっていうのもあるし、練習前のストレッチしてる時に音楽聴いたりとかもするし、でもね、なんかあれだね、今まで、まあ、高校から音楽やってて結構なんかどっかのライブでコピーっていうかカバーで披露する曲とかを重点的に聴いてたから、なんだかんだで自分がその時に聴きたい曲、まあもちろん聴いてたけど、それよりなんかそのなんていうの、覚えなきゃいけないから聴くとか結構多かったっすね。なのでなんかそういうのが結構学生の時は多かったけど、会えないなってからなんかそういうのがなくなったから、割と最近は自由に曲を聴けてるなっていうか、本当にだから自分が今聴きたいと思ってる曲を聴いてるなっていうのはすごい思いますね。はい、ということでね、今夜は今この時期、秋のこの時期だからこそ聴いてほしい曲っていうのを持ってきましたんでね、それを紹介していきたいと思います。ということで、まず1曲目はね、秋じゃないですか。秋ってまあ夏みたいに暑すぎもしないし、冬みたいに寒すぎもしない季節じゃないですか。なので結構みんな外出ること多いと思うんですよ。あとは夜の涼しい感じとか気持ちいいじゃないですか。だから結構なんというかドライブに行く人も多いんじゃないかなと思って、この時期もう今日から11月だし紅葉の季節じゃないですか。なのでなんか紅葉を見に行くとかね、友達と一緒に紅葉を見に行くとか、なんかそういうどっかに出かけるときになんか聴いたらいいんじゃないかなっていうような曲ですね。こぼれ先生で
夜に捕まえて。歌詞に注目したら結構そのなんていうの、この時期秋にすごい甘酸っぱい恋をしてる、キュンキュンする出来事があった日の夜とかになんかすごい聞きながらウキウキして帰ってほしいな。はい、ということで次の曲いきたいと思います。次の曲は個人的な秋に聴きたい曲ですね。はい。なので、あんまり、曲自体が秋に関係あるわけではないのかもしれないんだけど、結構その、僕が秋にすごい聴いてて、思い入れの深い曲なんですけど、僕がね、高校3年の時、高校3年だから、結構本当に、まあ勉強とかもそうだし、いろいろ頑張ってた時期に、その、疲れたというか、なんかすごい、心に染み渡る、なーって思う曲で、ずーっと聴いててその時期は、だから最近になってたまに聴くとなんかその時の気持ちとかその頃の思い出とかが蘇ってきていいなーってすごい浸りたくなるような曲ですね。ミセスグリーンアップル先生で光の歌。いや本当にこの曲はめちゃめちゃ聴いてたので、この季節のいろんな思い出が蘇ってきますね。歌詞をね見てもね、なんかすごい背中を押されるような曲でいいなって思うのでね、ぜひ皆さん聴いてみてください。はい、ということで次最後の曲いきます。最後の曲はねあれです、この季節といえばっていう
植物の名前が入った曲です。まあいろいろあるけどね、はい、知ってる人も多いと思う。サビのねロングトーン、透き通る声のロングトーンが本当に心にグッてストレートに入って、なんかすごい刺さるというか響いてくる、心が切なくもなるしあったかくもなるような曲です。もうこの曲めちゃめちゃ大好きで、儚さみたいな、サビのメロディーラインはずっと同じなのにコードだけ変わっていくみたいなところがなんかすごい響くんですよ。それでは聴いていただきましょう。スピッツ先生で楓。アデュー先生もカバーしてて、いやもう本当にスピッツ先生とはまた違うすごい良さみたいなのがあって、いや本当にめちゃめちゃいいんですよ。はい、この季節にぴったりだと思うのでぜひたくさん聴いてみてください。はい、ということで今日は僕のプレイリストから3曲紹介したんですけれども、どうでしたでしょうか。あのね、これねめちゃめちゃ悩んでるんですよ。もうこの季節本当に1年の中で俺一番好きなんですよ。いろんなことを考えるし、なんでかわかんないけどなんかすごいいろんな記憶が蘇ってくるというか、なんかねすごい、あとね空気の匂いが好きなんですよ。だから夜散歩とかすごい行きたなったりとかもして、だからこそなんかそういう時にいろんな曲を聴くんだよね。音楽の季節ですね、音楽の秋なので、たくさんみんなもいろんな曲聴いてほしいなこの季節。はい、なのでねぜひみんなのプレイリストも知れたら嬉しいですし、あと僕にね選曲してほしいテーマとかもあったら INIROCKS 掲示板にねぜひぜひ書き込んでください。ということで僕とはまた明日、スクールオブロックのチューター INI 高塚ひろむでした。はい、いいですねスピッツ先生は非常に。そうだね、 DJ ひろむさすがですね、本当この季節にぴったりな選曲を、うん、そうだねでも、はい、あれなんだね、こう見るとやっぱり、はい、ひろむ先生はバンドが好きというか、うん、そういうやっぱサウンドというか耳心地がいいものが好きなんだなっていう、楽器の音色だったりとか、その人のボーカリストが持つ歌のその感じだったりとかっていうのが、そうね、まあでも、そういうのが欲しくなる時期でもあるのか秋は。ゆったりしっとりなんかしたくなる。でもヒロムは最近なんかギターも練習し始めてる。あ、だからね、そうそう、すげえ大きく納得してる、いやね、あの
アコースティックギターとか、はいはい、ギターを始める人はまずスピッツさん入るから、うん、ああ、そうなんだ。あれでは歌いたいでしょ。あの谷由紀先生の曲もヒロム歌ってた、うん、やってた SNS で、うんうん、詳しいね。私追ってるのよヒロムを。怖いでしょ。私ヒロムを追ってるから思ったよりもねえ、なんか追っちゃうのよ。スラスラ情報出てくるそうよ。今日話してないよね。別に話してない一回だよね、うん、もしかしたら喋んない方が良かったかもしれない今日ごめんごめん。でもね、あの、はい、ヒロム先生にね、こうなんか聞きたいみたいなね、うん、もしある生徒がいたら、はい、掲示板にも書き込んでみてください。あいね、高塚ヒロム先生はまた明日。スクールオブロック。